対略図。左から順に 1S、2S、2PX、2π、2PZ 軌道である。色の違いは波動関数の符号の違いを意味している。原子軌道は原子核の周りに存在する1個の電子の状態を記述する波動関数のことである。電子軌道とも呼ばれる。その絶対値の事情は原子核の周りの空間の各点における。 電子の存在確率に比例する。ここでいう軌道とは古典力学における軌道とは意味の異なるものである。量子力学において電子は原子核の周りを回っているのではなく、その位置は確率的にしかわからない。軌道の種類の名前は分光法で得られたその軌道のスペクトルの形に由来している。内側の軌道からそれぞれシャープ、プリンシパル、ディフューズ、 ファンダメンタルであり、残りはアルファベット順となる。原子軌道のうち、最外核に存在するものを原子化軌道と呼ぶ。閉角構造に加わっていないため、原子化軌道は化学結合や化学反応における主役となる。原子化軌道に存在する電子は、原子化電子あるいは値電子と呼ばれる。C. ロベリ、すごい物理学講義、川出文庫、2019年。 1> p 1 6 4ありがとうございます。